子供はスポーツをした方がいいか。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、質問いただきました。手作りプリンさん、春から中学生になる息子がいます。スポーツ系の部活に入りたくないと本人が言っていますが、成長期にスポーツをしないことにデメリットはありますか？成長期と運動の関係について教えてください。ブレインメンタル強化大全の第2章の運動を読んでいただくと詳しく書いてあると思うんですけど、一言で言いますと、運動をすると BDNF という物質が脳内で分泌されます。 BDNF というのは分かりやすく言うと、脳の肥料のような、脳の肥やしのような物質です。つまり脳の神経細胞が発達し、枝を広げてこのシナプスという複雑なネットワークを形成するために必要不可欠な物質が運動によって分泌されるということ。もっと分かりやすく言うと、運動すると頭が良くなるってことが昨今の脳科学で証明されてるわけですね。ほぼほぼ確からしく。逆に言うと、運動不足の人が認知症になりやすいっていうのは、 BDNF が出ないのでどんどん脳細胞が死んでいきます。 BDNF が出ると神経細胞の死を防いでくれるんですね。神経細胞が生き生きとするので、分かりやすく言うと、皆さんが植物を育てるときに肥料を一切やらないと、細々とした植物が育たないと同じような状態になってしまう。それが運動不足っていう状態ですね。思春期の中学生とか高校生の頃っていうのは、まだ脳が活発に成長しておりますので、その時期に運動するということは、脳を育てるという意味において非常に有意義であるということは間違いないと思いますね。とはいえ、私なんかは中学生高校生の頃っていうのは全く運動しておりませんでしたので、私はタイムマシンに戻って人生をやり直すっていうのは大嫌いなんだけども、もしやり直すとした場合においては、もっと何かしらの運動をした方が良かったかなというふうには思っておりますね。とはいえ、子供にやりたくないことをやらせるっていうのもものすごいストレスになりますし、結局長続きしないので、逆に言うと、今この動画をお子さんに見せるとか、あるいはブレインメンタル強化大全の運動すると頭が良くなるって書かれている部分がありますので、そういった部分をちょっとコピーしてですね、机の上に置いておくとか、人に物をさせる場合のコツっていうのはストレスフリー超大全に書いてあるけども、こうこうこうだからこれやんなさいというふうに言えば言うほどやらなくなるので、こういう情報があるよっていうのをさりげなく教えてあげるのが一番いい方法です。運動すると頭が良くなるから、スポーツ系の部活に入りなさいって言えば言うほど入らなくなる。さりげなくね、運動すると脳の細胞活性化して頭が良くなるらしいよって、そういう話をちょくちょくこう教えてあげるということがね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。最近私も思うけども、運動しないとダメですね。今思春期の話なんだけど、ご高齢の人はじゃあどうなるか、まあ私ご高齢でまだ言ってないけど、ちょっとやっぱ衰えを感じますね、50歳になると。そうした場合にどうするかというと、やっぱ運動したら頭が良くなるっていうのは1日で分かりますよ。それはきちんと運動すると。私は運動した直後にもうカフェに行って執筆を開始しますから、それは運動する前と比べて明らかに脳が活性化して生き生きとした状態になって、いろんなアイデアが生まれるし、いい文章も書けるというものがたった1回の運動でも分かる。ブレインメンタル強化体制に私の理想の運動のパターンっていうのがね、書いてありますけども、週5回で多分 7,8 時間ぐらい運動してるので、今ちょっとレコーディングダイエットっていうのをちょっとやってるんですけど、そこに運動時間っていうのも詳しく記入するんですけど、自分が思ってる以上にね、ほぼ毎日のようにね、運動してたなっていうふうに分かりますけど、運動すればするほど調子がいいし、頭の働きもものすごく良くなります。ということで、単にそういうね、脳科学的な研究ってことでなく、自分で運動してみた結果ね、そういう頭の働きっていうのがいいなっていうふうにすごく実感するので、やっぱりお子さんにもできれば運動させてあげたらいいと思いますけども、部活をしなくても別にいいと思いますけどね、部活以外でも運動することっていうのはできますので、そういったことなんで、部活に関しては興味のあることをやらないと、楽しくないと続けられませんのでね、自分の興味のあることをやっていただければいいかなと思うんだけども、何かしらの形で運動というものを組み入れていくと、それはそれで脳の発達、あるいは体の発達ということに対してプラスになるんじゃないかなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。